だよ。帝王堂は、これは…だだ、何ですか姉上。これは吹き戻しという玩具です。巻笛、蛇笛とも呼ばれているとか。いえ、それが何かを聞いているわけでは。ご覧なさい、手を。息を吹き込んで最大まで伸ばしてみると長さが…だ、また…ほら、主の鼻といい勝負、大発見でございます。わかりました、わかりましたから。なぜいちいち私に当てるのです。そこにテオがいるからです。私の方を向いて吹いているじゃないですか。主がテオを呼ぶときもこんな具合なのでしょ。こんな呼ばれ方したことは一度もありませんよ。それに主の鼻はここまで長くないと思いますが。細かいことはいいのです。テオ、さっきから何を考え込んでいたのですか。あちらのかき氷屋なのですが、シロップの種類にブルーハワイなるものがありまして。ブルーハワイ、まあ、なんて幻想的な、南国の海を思わせる澄んだ青色ですね。そこです、姉上。海をイメージしているならば、その味わいはいかなるものかと考えておりました。その心は。心、おそらく塩味かと。海の水は塩分濃度が高いと聞いております。5点。5点。100点満点で5点。では姉上は正解をご存知なのですか。塩味。同じじゃないですか。テオ、あれをご覧なさい。ジャックフロストの仮面ですね。なんと愛らしい。いらっしゃい。ジャックフロストの仮面を購入したいのですが。お、そうだね。はいよ。私にも同じものを。姉上、目を狙うのはファールでは。すぐ姉の真似をしたがる。いつまで経っても子供ですね。子供じゃないです。大人の男だというのならこちらになさい。この仮面は何でしょう。目と鼻の位置から察するに、これは口、尖りすぎでは。ひょっとこと呼ばれている伝統的な仮面です。これはあまり気分が高揚しないのですが。ですがそっくりですよ。そうですか。私はこんな顔をしているのか。そうか。こちらが対になる女性用おたふくまたはおかめという仮面です。はあ、こちらは姉上が買われるのですか。なぜあなたと対になる仮面を買わなければならないのです。これは姉上へお土産になさい。これをマーガレット姉上ですか。喜ばれるでしょうか。可愛い弟からのお土産ですから、何でも喜んでくれるでしょう。はい。渡すときによく似てると思ったのでと言い添えるのですよ。似てないでしょう。そう言った方が喜ばれるのですよ。ちなみに渡すときは私がいるときにしなさい。見たいので。わかりました。では私は別のお土産を探すことにします。はあ。あれ、テオ。まあ、テオのお客人ではないですか。ここでお会いできると。どきなさい、テオ。初めてお目にかかります。テオドアの姉エリザベスと申します。グテがいつもお世話になっております。はじめまして。こちらこそ、テオにはいつもお世話になってます。お客人のことはテオからいつも聞いて、いえ聞かされております。何でも。姉上、私のお客人ですから余計なことは言わないでください。仲いいんだね。少々困った姉で。何か言いまして。それにしても今日のお召し物は見慣れない形ですね。浴衣って言うんだよ。なるほど。
あなたは何を着ても美しいですね。ありがとう。お一人ですか？うん、友達が向こうで待ってる。そうですか。お一人なら依頼をお出ししたかったのですが。急ぎのよう？実は先日こちらにご案内いただいたとき、本日の祭りのことを知りまして、ぜひあなたとお祭りをご一緒にと思ったのですが、このところベルベットルームにいらっしゃらなかったので。ごめんね、夏季講習が続いちゃって時間が取れなかったんだ。いえ構いませんよ。いい、構いませんよなどと涼しげに申しておりますが、それはそれは未練がましく、どうしても行きたいと泣いて地団駄を踏むものですから、私がこうして引率してまいったのでございます。逆でしょう。姉上が何としても連れて行けとおっしゃるから私が。引率といっても、私も弟同様、こちらの世界には不案内なため、新鮮な驚きでいっぱいでございます。楽しんでくれてるならよかった。あちらの屋台で売っているたこ焼きとやら、あの中身は一体。タコですよ。ええ、タコも入っているようですが、それよりもあれを食用にしようとは、こちらの住人はチャレンジャーですわね。やっぱりあれが入ってるの？あれって何？姉上、私はあれを食しましたよ。何ですって？お客人にこちらの世界を案内していただいた時に挑戦いたしました。ほっぺたが落ちると言われる危険な代物でしたが、この通り私は無事です。では毒味は済んでいるわけですね。ここでしかお目にかかれぬ未知の味覚、私もぜひあれを味わってみたいものです。だからあれって何？あれとはもちろん。姉上、私としたことが失礼いたしました。教えてください。私の体験によりますと、世の中には知らない方が幸せだったということの方が多いかと。そんな言い方されたら余計気になります。そうですわ。でもお土産はたこ焼きにいたしましょう。主と姉上も道連れ、いえ共に味わっていただく価値のあるものと存じます。いいですね。以前私がたこ焼き体験をお話ししたら、主もとても興味を持たれていましたし。イゴールさんにお土産買っていくの？私と姉上が揃ってベルベットルームを開けることになるので、何かこちらの世界のものを持ち帰りませんと心苦しいように思われまして。土産話でいいと言ったのですが。その言葉、留守番をする主と姉が言うならわかりますが。もう一人お姉さんがいるんだ。はい、いずれお目にかかる機会もあるかと存じます。時が進み、あなたがさらなる力を求めるなら、あるいは。力ですか？リーダー。あ、ごめんなさい、お話し中に。ううん、大丈夫だよ。ご友人ですね。こちらもまた浴衣がとてもお似合いでいらっしゃいますね。え、あ、ありがとうございます。お客人方、テオは誰にでもこういうことを有効なのですよ。違います。ですが同じようなことをこちらのお客人にも言っていたでしょう。それはそうですが、それでも違うのです。私の特別な人はこの方だけなのです。待ておったら大きい声ではしたないですね。あ、リーダー、後で詳しく聞くから。では私どもはこれにておいても。お会いできて光栄でした。未熟な弟ですが、今後ともよろしくお願いいたします。あ、はい、こちらこそよろしくお願いします。ではまたベルベットルームでお待ちしております。うん、またね。あのたこ焼きは熱いのですか？中心部分は98度ほどですね。テオなら何個いっぺんに詰められます？詰めるってどこですか？ありませんよ。すっごい美男美女だけど、なんか変わってる感じだね。そうなんだよね。で、何の知り合い？なんて説明したらいいか。お店の人？またお待ちしてますとか言ってたから。あ、まあそんなとこかな。リーダーってほんと顔広いよね。とりあえず行こう。あ、うん。
帰り遅いから様子見に来たの。ごめん。